平野紫仕様のインスタ、自由すぎて心配の声、神宮寺由太たとの食事を投稿し、店はすぐ特定、紹介したカフェの売り上げは3倍に。ジャニーズ事務所を退所し、自由な発信を続ける平野仕様のインスタグラムが話題沸騰。ファンの喜びと心配の声が入り込んじる中、影響力が示される瞬間も多数。 ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明率いる、渡部に合流したことを発表した平野紫耀26。7月7日に開設したインスタグラムのフォロワーはわずか数日で377番人を突破し、ファンの期待と注目が集まっています。プライベートの一部を垣間見られることで、ファンは喜びに浸っている一方で、 彼の自由すぎる発信に対しては心配の声も上がっています。スポーツ紙の記者によれば、平野さんの自由すぎるインスタは連日にようにネットを騒がせています。とのこと。果たして彼の自由な発信にはどのような魅力があるのでしょうか。7月10日、平野塩は神宮寺ゆうた25との食事風景を投稿しました。その際、 背景にモザイクをかけるなど個人情報を保護していたものの、お店はすぐに特定されました。ファンからは羨望の声が上がる一方で、気になるのは彼らの関係性や滝沢秀明率いる、ト辺との関わりなど、ファンの間では憶測と期待が交錯し、様々な議論が繰り広げられています。 一方で、平野紫洋が投稿した写真が紹介したカフェの売り上げを3倍に押し上げたという驚きのエピソードもあります。7月末にアップされたレモネードを飲んでいる写真が原因とされ、彼の影響力の大きさが浮き彫りになりました。一つの投稿がカフェの売り上げを飛躍的に伸ばすなんて、これまでに類を見ないパワーが彼には宿っているのかもしれません。 平野の仕様の自由な発信は芸能界に新たな風を吹き込む可能性を秘めていると評価する向きもあります。ジャニーズ事務所を退所し、個人のアイデンティティを大切にしながら、ファンとより密接なコミュニケーションを築くことで、より真に近い姿を見せることができるのかもしれません。しかしながら、その自由な発信にはリスクも付きまとうでしょう。 プライベートな情報が漏れることや炎上のリスクもあることを忘れてはなりません。一方で過去のジャニーズ事務所による厳格なマネージメントや制約から解放されたことでより自己表現が可能となったのは事実です。彼のインスタグラムのフォロワー数がすでに377番人を突破したことからもその人気と魅力が伺えます。 世代を超えた幅広いファン層から愛される平野潮の新たな一面に期待が高まっています。そうじて、平野潮の自由なインスタグラム発信はファンに喜びを与えつつも、彼の未知なる魅力と視点を知る場としても注目を集めています。これからもその発信を通じて、彼自身の成長と可能性に期待が膨らんでいくことでしょう。 999文字を超えるため、続きの部分を追加します。一つの写真や投稿がカフェの売り上げを3倍にするという驚異的な現象は、インフルエンサーマーケティングの力を改めて示すものと言えるでしょう。平野の仕様は、単なるアイドルだけでなく、商品やサービスの売り上げにも大きな影響を与える可能性を秘めていることが浮き彫りになりました。 また、彼の自由な発信には芸能界を超えた一般の人々にも共感を呼び起こす力があります。ジャニーズ事務所を退所し、新たなスタートを切った平野耀の姿勢や行動は、自分自身の人生を生きる上での勇気や自由を求める多くの人々に共鳴するのかもしれません。 しかし、一方で自由な発信によって、彼自身や周囲の人々にトラブルをもたらす可能性もあります。SNS の普及によって情報が瞬時に拡散される時代において、一つの投稿が思わぬ結果をもたらすことも考えられます。そのため、彼自身がより慎重な発信を心がける必要もあるかもしれません。 最後に、ヒラの仕様の自由な発信は、ジャニーズ事務所を離れてもファンとの絆を深める新たな手段としても機能しています。ファンは彼のインスタグラムを通じてより身近に感じることができ、彼自身もファンの声によりダイレクトに答えることができるでしょう。ヒラの仕様のインスタグラムは、時に賛美され、時に批判されることもあるかもしれませんが、 その自由な発信と影響力は間違いなく多くの人々を魅了してやまないことでしょう。これからも彼の発信を楽しみに、さらなる成長と活躍を期待したいと思います。